皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンは30ヤードから学ぶ、ゴルフスイングということで、30ヤードのアプローチというのはゴルフスイングにおいて、とても重要な部分になります。30ヤードのアプローチを極めればゴルフスイングも、非常に通常のスイングも安定してきます。それではですね、30ヤードのアプローチの説明をしていきます。まず30ヤードというのは、インパクトゾーンになってくるんですけども、腰から腰の振り幅、これが非常に重要になってくるということなんですけども、どのようにまずは意識していくかといいますと、まずバックスイングはしっかりと上体を捻転していくということなんですが、この時に右の肘、アプローチする時に右の肘をこのように早く曲げてしてしまう、曲げて上げてしまう人が非常に多いです。このように右の肘を曲げてしまうことで上体の捻転は作られません。実際に手の位置は変わっていないんですが、肩の回転というのはできていないのが分かるかと思います。このように上げてしまわずに、右の肘は軽く曲げている状態でアドレスを作り、そこから上体を回していきます。先ほどの手の位置はあまり変わらないんですが、肩の回転が変わってきているのが分かるかと思います。また右肘を使っていないので、右肘の角度の曲がり具合も少なくなっています。このようにバックスイングをするのではなくて、しっかりと回して上げていく、これを意識してください。それでは別アングルで見ていきます。ここからバックスイング、右肘をこのように曲げて上げていくのではなくて、体を回して右肘の角度を少しキープしている意識で腰までは上げていきます。これができますと上体の捻転不足など解消できますので、注意をしながら練習をしてください。またダウンスイング、ダウンスイングは腰から回しながらフォローに入っていくんですが、この時に左の肘というのは基本的なアプローチは曲がってきません。あまり曲がってきません。多少曲がってきますが曲がってきません。例えばロブショット、ボールを上げたい時っていうのは肘を抜いてこのように抜いてきたりとかするんですが、この通常のアプローチの30ヤードというのはボディーターンだけで打つことができます。このような形です。この時にボールをすくおうとするとこのようになってしまったり、ボディーターンだけで打てばこのラインに来ます。これをですね、意識して練習をしていきます。今回チェックしていただきたいのは右肘の角度、左肘の角度、この両方の肘の角度をチェックしながら30ヤードを極めていきます。このようにアドレスをして膝の角度もキープしたままボディーターン、右左とこの体を回すだけです。このようにすることで30ヤードを簡単に打つことができます。実際にこの練習を繰り返すことで通常のスイングも非常に良くなってきます。それではもう一度30ヤード打ってみたいと思います。ここから回して回す、このイメージで結構です。この時にフォローのラインしっかりと肘が曲がっていないかどうかチェックをしてください。このようにすることで通常スイングの時も綺麗にフォローを取ることができます。この30ヤードをしっかりと極めて練習をしていきます。体重移動もそうなんですが、少しバックスイング腰まで行った時に右足に体重移動が入ります。右左とこのリズムよくですね、30ヤードを打てるように練習してください。アプローチが苦手な方というのは右ドンとこう左に体重移動してくるのが遅いパターンが多いです。右左とこうステップを踏んでいるようなイメージでスイングをするとリズムも整ってきますので、これも頭に入れながら練習を繰り返し30ヤードを行ってください。それでは以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。